This is Takashi Murakami. I am a contemporary artist. Today is storytelling. My very, you know, heartbreaking story. I'd been these 9 years making for the feature film. The title is Jellyfish Eyes, Part 1 and Part 2. And then Part 1 was released in Japan and the US. Maybe so you guys can see in iTunes or somewhere. But this is not a good success. So I cannot stopping for this project. And then I started to the shooting Jellyfish Eyes Part 2, 2012. And then until now, this spring, 2020, so I'd been spend a lot of money and spend a lot of energy, and I employ for the many people, but I have to give up. Because, you know, COVID-19. So now, so our company is very bad situation in money flow. And then I have to decide it to that this project is give up. And also that, you know, this is a, we will starting for the, some shooting for the documentary. About the you know backstage the shooting a movie, like many cast and post production and computer graphics design thing and production designer, many people involvement, and then I want to release in this media, and then so you can see. My very sadness story, very sad. So very young people can get some courage maybe, because you know artists is very foolish people, and then you can get some courage, right? Oh, this guy is many mistake. This is the worst case, but I will not. Doing for the something like that very bad thing. Chance operation is my keyword, but why I mistake this project is this keyword. Like lose everything. Almost, you know, bankrupt. So let's start to the my very sad story. Please see. ようこそ最強フレンド決定戦へ。実験には純粋な負のエネルギーが不可欠なんだ。それを持つ子供のデータがね。これが君たち政府の望む日本の見せかけの安全神話を取り戻せる。いくよ、よろしくね。まずですね、メメメのクラゲの、パート1 を作り上げて、西村さんというスプラッタムービーの監督さんに助けていただいて作りました。僕なりにすごい手応えはあったんですけど、もうリアクションが全くなくて、
非常に落ち込みました。やっぱり自分としては結構いいものができたなと思ったんですけど、まあでも正直初めての作品だったので 100% ではなかったんですよね。なぜかというと、途中まではパペットを使ったクリチャーの表現だったんですけれども、それをこうシューティングしていった時にやっぱり全編 CG でないとクリチャーたちがうまく動いてないということで、まあ、全部ひっくり返しちゃったんですよね。そこからまあ大きいモンスター怪獣が出てくるシーンも全部 CG に変えて、そのためにまあそんなにこう派手なシーンもどんどんできるわけでもなかったので、まあ、本当に小さいストーリーで終わったんですが、そこで最も足りなかったのがメカニックシーンなんですよね。で僕は本当に高校2年ぐらいの時からサイファイにすごく興味を持って、できれば漫画作家になりたかったし、まあ、それもうまくいかなかったんでアニメーション作家になりたかったし、であれもうまくいかない、これもうまくいかないで、結果的に現代美術作家になったんですよ。でですね、現代美術作家として喋ってることは芸術の歴史ばかりを話してるんですけど、でも心の中はそういったメカデザインであるとか、まあ本当にスターウォーズの世界ですよね。そういうものがもう頭の中の妄想が広がっており、怪獣が登場してドンパチやる、でそこにメカも加わってドンパチやる、できれば宇宙にまで行って宇宙空間でなんかドンパチやるっていうことをやりたかった、その夢を果たすためのプロジェクトだったんですね。2011年から始めて2020年までもう何やかで9年間、もうアニメーションを制作してからもう15年以上経ちますけど、全然うまくならないし全然才能がないのはもう自分ですごく分かってるんですけど、どうしても諦められずにずっとやってるんですよね。でずっとやってるっていうか、まあ普通だったら例えば僕がカメラを担いで、で自分で編集すればいいんですけど、そういうスキル一切ないので誰かにやっていただくしかなくて、まあ、このドキュメンタリーもスタッフの方たちと一緒に制作してるんですけれども、まあ、どれもこれもうまくいかないですね。でそのもう集大成が、うまくいかない集大成がこのめめめのクラゲ2パート2マハーシャンクっていうサブタイトルがついてるんですけど、これなんですね。バババババって取れて、でバーンってやると、下から映してると向こうから出てきやすいですよね。ああそれはすごくやりやすい。そういうことっていうか、今ちょっと平屋っぽいのが多すぎる、うん、大地からドーンってできたらクラゲも生きてた。ダメ普通ダメなの。今僕が言ってるのは CG がどんどん増えてる。耳を見せなくすると、うん、すごい不幸さは出るんですよ、暗い感じは。なるほどなるほど、混乱してるのは脚本でいただくと分かるかもしれない。今もまだ直していきつつでも、はい、気合はすごいです皆さん、ね、全部で8発とも装填できるんですよ。かなりの武装十分そうだよねこれ。これ誰が演出するんですかね、これトレーニングとこれとか。そうですね、タクティカル系のタイですね、はい。スーパーバイザー欲しいな俺。スーパーバイザーのサインってことですね。あどこ軍事指導いるってことですよ。今からやるにしても 今これに時間を使わないなんなりしないと先に進めないんじゃないですか、今日の会議。これ分かりました。じゃあ分かりました。要するに僕の責任だっていう言いたいことは分かりましたので、じゃあ僕の責任で頑張りますんでやります。こういう怪物たちはですね、皆さんの前にはいないんですけれども、さも言うように、CG で、描かれ、その CG の作業が前作で900カットでしたっけ、はい、でパート2で1200カットで、日本の映画にはない規模だとぼやかれています。はいよーい、はい、いかがでしょうか、パート2。パート2はこう、ね、クレーンとかもそうですが、ドッキリもパワーアップしてますし、セットもパワーアップしてますし、本当にパワーアップしちゃって大変な思いをしております。あ、塩崎さんが、みんなが、みんなが監督含め、
僕は楽しいです。量的量が欲しいんですよ。はい、ちょっと入れない方がいいんじゃないかな。出してた方がいいよ。ラフで。うっ、やべえ。バッタ。T105 カット1。ハッテ、ハッテ行く感じ。ハッテ行く感じ。ダメだ先。そう。夢のクラゲ2、2年、連続して作ってきましたが1も完成しておりません。しかしあの上映が来年のゴールデンウィークに決まりましたので1の方は、2もその勢いで、制作していきますし皆さんの頑張りにお応えしたいと思います。やばっ、で手元をください。映画公開されました。でギャガさんの配給で公開されましたが2013年ギャガさんが配給した34本かの、制作あ配給作品の中でめめめのクラゲ最下位だったんですよね。それで2日で打ち切りが決まりました。何時頃までこだわれます？まだ大丈夫ですよ、全然。斉藤匠さん、電気の推察は終了です。そうなんですよ。ありがとうございます。依然、ストーリーはまだ見えません。完成はどうなのか分からないので、ハラハラドキドキしながら撮ってます。海外機のプロデューサーの笠原です。今日から追加撮影の第2シーズンということで、今度こそこうファイナルということで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。青龍クラゲボウが逃走した。実験は中止だ。動き的にですけど新たな宇宙が誕生するのだ。孤独っていう言い方は結構センチメンタルでちょっとヒロイスティックな感じはしましたが、本当に誰も助けてくんないっつうかっていうかそういうとこなんですよね。なので、まあ、特に僕はお金も出してるので非常に孤独というものと、まあ、そのいろんな責任を背負うっていうことが、まあ、今まで自分がやってきた作品作りとは違うので勉強させてもらってます。マッパのあれ見てないし、この前のメガネみたいにしたくないです、絶対に。これ完成見えてないもん、全然。Okay.This is number one, episode one. how was that? I don't know. For me, it's pretty disappointed. COVID-19 is, everybody to having a big problem, but for me, is I have to give up many things. I'm sorry, my company. I'm sorry, my team. I'm sorry, everyone, to involvement to this project. And I have to say myself. Okay, maybe we will editing for the episode 2 very soon. Okay, ciao, bye bye.Thank you.
カット。はい、OK。OK。Jellyfish Part 2 Mahashank The Give Up Making Movie. Okay, today is, we want to introduce you the shooting a film in mostly the mob scene, mob situation, sequence. It's a lot of people is moving, and mostly the kind of the police people to attack the characters kind of nest. And then, you know, this one sequence have to making many training, many process, and the costume design, and a very in detail design thing. This is today's one topics. Let's see. のクラゲ2の追加撮影で、お世話になります監督の村上です。武さんに、皆さんを招集していただきまして、このような組になって、今まで、体験した中で一番大規模でビビってますんで、皆さんご指導よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。はい、装備品は大事に扱いよ。はい、カット22、丸5。お前よーい、そこに立てこもっている反逆者の諸君、君たちには共謀罪で逮捕状が出ている。おとなしく出てきなさい。今年2013年のメメメのクラゲ2の追加撮影は、2012年に撮影したところを、まあ、全部編集し直して、若干弱い絵であるとか、語りきれてないところっていうのを、まあ、どうやって補完していくかっていうのがテーマなんですけど、その機動隊が突入していくシーンっていうのは結構去年はまあ僕自身がその撮影してる時点で結構じくじたる思いがあって、そのまあ一番の争点というのはその機動隊の人たちの動きっていうのがまあちょっとアンチプロフェッショナルというか、すごい少ない舞台しか用意されなかったので、まあそれをまあ今回50人にお願いしますということで、まあその軍事訓練もやりで、本番に挑んだので、まあ、非常に満足できるそのやり直しというか追加撮影だと思っています。ローレディだからもう、もう準備ってことだよね。はい、ローレディストリートダウン。あ、ゆっくり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 。メメメのクラゲのお話っていうのはその日本の国の在り方を考えたり、それをこう子どもたちに伝えたりするものなんですけれども、僕のまあずっとアーティストとしての活動も意外とこう戦争と国っていうものがテーマにあって、その日本は軍を持ってないっていう建前にもかかわらず、まあいろんな軍事的なものを持っているっていうものがあるので、その
この日本の国内で結構その機動力のあるその一等車が動いてるっていうリアリティは、まあ、子供映画なんですけれどもどうしても伝えたいなと思ったので、まあ、すごくこうクオリティの高いものを今目指していたので、あの一歩進めてよかったと思ってます。このプロジェクトの、スタッフには、僕のもう一個別のプロジェクトシックスアートプリンセスというアニメーションのチームも、まあ、クロスしてるんですね。結構がっちりと。で、今日の機動隊のコスチュームの、まあ、すごい細かいパッチワークのデザインとかは、キャラクターデザイナーのメバエ君という、シックスアートプリンセスのメインキャラクターとか全部作画監督やってるメバエ君がやってます。よーし、はい、もう一回こうなんかさらに、うん、あーみたいな、こうなんか一発貫通ドーン、もう一発今ちょっとこういうなんかこう持ちつきタイガーみたいになっちゃったんで、これはあと今のは止めなきゃいけない、振り込まれるとかね、はい、もうちょっとこの辺狙って、この辺も狙ってよ、こっちね、みんなこっちも狙って、はいはい、こっち狙って狙って、はい、そうこういうなんか、なんかこう今歩いてましたね、ちょっともうちょっと行きましょう、はい、はい、行きます、ね、分かった、すいません、申し訳ください、はい、こういうこともこれやりすぎるとカット悪いんで、しっかり体でグッ、あー、そうそうだ、こういうこと体でグッ、ブラボー。2日間かかっちゃいましたね。車も良かったです、本当。またいろいろタイミング大変ですよ、人数が多くてね。Okay, today is a mob sequence. What is the most interesting thing is in, you know, making a movie. So my part is production design. Honestly, I am not a favorite to shooting a film the moment. That is, I am not a filmmaker, maybe.
So I'm so sad, you know, if, you know, myself is go to the shooting a film, like a kind of location, it's a very excitement. This is, you know, Cam taking a very exciting, you know, film. I am geek and I can making for the storyboard and the design thing. Looks like a geeky, you know, doing in-house. That is my weak point. But you saw the reality. Okay, this is episode 2. Thank you so much. And stay tuned. Episode 3 maybe. Bye-bye. ありました。本番。本番。用意。スタート。はい。エピソード3、ジェルフィッシュアイズパート2 was how this film is not finished. This episode is want to say about until part 1. This movie is exactly kaiju movie, like a Japanese monster, like a Godzilla style movie. I've been long time to drawing very childish monster designs. Jellyfish Eyes monster is a kind of the imagination from the children and link with the digital something, like kind of the, you know, completely digital avatar. But the reality is looks like an exact creature because I was super big fan in the 80s American sci-fi and fantasy movie. The mostly the, you know, kind of the splatter movie or kind of the horror movie. David Cronenberg and like Living Dead, like, you know, a lot of 80s creature film is my favorite. That's why I want to make it for the kind of rubber mask and the styrofoam, like a creature thing. So today is, you know, until part one, Jellyfish Eyes part one, two, part two, like a creature design. ちょっと大きいかなって気がしたんですけど、ちょっと僕らと対比するとちょうどいいんだけど、子供だとちょっと大きいかなっていう気がしたんですけど、この間から見てよかったのかな、この間もっと小さかったっけ、小さかった、こう大きくしてます、一回り大きくして、一回り大きくして、あれそうだったっけ、はい、この前の僕でもちっちゃいって言ったんだよね、一回り大きくして、一回り大きくしてやっぱりって。何やるんですか。うん？分からん。あの今頭の大きさと、これだとちょっと前出そう。うん、前出してるんですか。うんうん、これ以上前に出すと、分かりました。多分もうバランスが、分かりました。人が入るんで支えきれなくなる、なると思う。手の関節でーす。その場でパッとちょっと、それちょっと中にいなくても、あ、ミックスみたいな感じですね。あ、じゃあグレーと黒でグレー多めの、そうですね。今んとこ
サイズ変更があったのは、はい、これとあの頭のシモンっていうキャラクターのシモンとこいつはサイズ変更が埋め込まれてる。そうですね、こんな感じいいな。で、ちょっとこうこういう、なんていうんですかね、ちょっとこういうギュッとなってる感じ、こうなんか爪がこうある、爪が爪っていう、あ、止め、こう止めてる、ね、境目消ししてます。こいつも今境目消し、あ、そこだ、境目が、うわぁ、かっこいい、やばいっすね。これ電気の光量は変えられないですよね。光量はもっと抑え系はそうですね、電力弱めればいけると思う。そうですか、うん、ちょなんかフルパワーの時これぐらいな感じで、あ、変えたい。あ、はい、口のあたりもちょっと汚しが入るといいですね、はい、もうちょいライン崩しをしたらいいんですよね。そうですよく。僕は1962年に誕生したので、世代的には日本の大体なんていうんですかね、インドア派のオタクと呼ばれている人たちがほとんど洗礼を受ける、ウルトラマンという番組があったんですけど、まあ、あの日本版スーパーマンみたいなものなんですが、脚本を書いていた金城さんという沖縄出身の方が、まあ、当時そのウルトラマンが上映していた当時、まだ沖縄はアメリカの領土だったんですね。あの第二次世界大戦、太平洋戦争に日本が負けて、沖縄というのはアメリカの領土のままだったんですけど、そのプロセスの中でその金城さんという脚本家は沖縄出身の方で、まあでも東京で仕事をなさってて、そういったアイデンティティクライシスっていうのが一つの物語のテーマになってたんですね。子どもたちであった僕らもですね、その何とも言えない悲しい雰囲気っていうものに引きつけられていったんですね。見てる当時は全然分かりませんでした。だけど何か他の番組と違ったシリアスな感じというか、怪獣の悲しさ、そういうものがまあ、こう伝わってきたんですね、まあ、僕の中ではその太平洋戦争に負けたであるとか、まあ、日本がアメリカの傀儡国家のままであるとか、そういったもので、その金城さんの脚本の筋書きにこう結構似たような形でキャラクター造形、まあ、モンスター造形ができるのではないかということで、それを子どもたちにメッセージとして伝えたいと、そういった形でのプロダクションデザインのコンセプトなんですね。全身、全身、はい、来た、参りました、よーい、よーい、はい、はい、人が入る前提の形で、うん、こっちはやりやすい形にしてますけど、うん、あのデザインを、うん、まあ、それはダメで、だからここが見た目以上に狭かったり、あ、ここがこうなってったり、あ、スーパースターさん大変だなと思いながら作ってます。なるほどね、はい、物が巨大化したってことで、うん、全部のパーツがちっちゃくことなんですよ。目も鼻も足も、だから歯もこの少ない数でグワッて広がった感じ、もう怪魚とかって言うんですけど、怪魚とかでっかいナマズとか、うん、みんなこういう生え方とかしてます、うん、それがやりたいってことで。なるほどなるほど。口の中の色とか舌とかも結構そういう色味は、あ、色味ね、あんばい、よーい、はい、はい、カット、はい、首大丈夫ですか、カット、おかえり、今何してる、あの子は立ってきた、あの子の周りを生きているって、うつけ、どこ行ったんだよ、ディレムちゃん、うつけ、飛んできます、縦の方に、わーで、ドカーン、はい、よーい、はい、
重いです。これ。わかりました。すごい重いです。ドキドキドキギャイ。はい。スパルタ。えい。めめめのクラゲのパート1では、まあ、そのフレンドというキャラクターが子どもたちの一つの欲望の幻影であるということで、子どもの等身大という、まあ、本当にペットみたいな形でこのぐらいの子犬ぐらいの大きさというのに設定したんですね。一つだけオーバルっていう巨大怪獣みたいなものが出てきますが、これは胎児のような形をして生まれてきてすぐドテッと倒れて消えていくという運命にあるんですが、あのパート2では本当に怪獣怪獣したフレンドたちが出てきて、そのフレンド発生となぜ巨大化しなければいけないかということを説明し、まあ、だんだんこう何ていうんですか、現代の怪獣映画のリアリティを作っていきたいなと思っておりました。フレンドの、一個一個の動きからして、とにかくこう難航しまして、僕はやっぱり CG を作るっていうことは、まあ、例えばあの本当にスター・ウォーズであるとかアベンジャーズであるとかそういうものを見て共通認識として動物が動いていく、そういうアクションであるとかあのリアクションであるとかっていうものがその業界全体の認識としてあるもんだと思ってたら全くないんですね。でそれをこう一つ一つモーションキャプチャー撮っていったり、あとはその動物のその何ですかね、資料映像みたいのを探してきてこうですああですって言っていかなきゃいけなくて、もうちょっと本当に気が遠くなるようなあの作業でしたね。もうとにかくやってもダメ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 、どれだけそのハリウッドの映画っていうのが才能と蓄積の上に成り立っているのかが、まあ、この体験において分かったと、まあ、そういう、まあ、本当に大変な経験をしました。 So but I've been like 8 years, 9 years battle with this reality. Okay, today is talking about the creature.Kaiju stuff. So, thank you so much, and see you soon. Inote mirai ga kuru kurai da, kuro wa shinai daro. Ah, moyasai. Ja, kore seiryu dake ni shimasu. Hai, dandan no jiten de seiryu dake ni shimasu. Datte waratchan no. Episode 4.Jellyfish Eyes Part 2 Mahashank was gave up. Today I want to talking about shooting with a cast like many actor and actress. So mostly the like children's actor and actress. So their performance is amazing.Also, like adult, the cast also very nice performance. But I have to say, I was so nervous when I go into the shooting place. Ooh, so because I'm geek, right? It's cannot communicate with people.Maybe you guys are pretty, you know, a big question. Hey, Takashi, so you are pretty good communicator, but reality is not. I've been long time until now. I have no confidence because my brain system is broken. My memory is pretty bad. So I couldn't memorize that name.I couldn't memorize everything. When I creation for this movie story, 5 minutes later, I forgot.
That's why I need a, you know, help director. Also, like a kind of the, you know, action director. So today is a, you know, kind of this story, shooting a film with a cast. 今もポストプロダクションで苦戦しつつも制作し続けていて、つい先週ぐらいにやっと日本での公開が決まったような形の作品ですが、パート2を作り始めることにしました。大体、まあ、あの1の時は分かってらっしゃる人もたくさんいると思うんですけど、2から3かの方、基本的に僕があの用意したのをかけます。で、あの現場の方もあの基本的に一番、まあ、僕が先に立ちながら監督を補助している形を取りたいと思ってます。これが一番手前の立つっていうか、ちょっと低いですね。どうしたらいいか。どうですかね。はいはい、いいですか。はい、いいよ。あー、すごい、やばいですよ、これ。初めてのフュージョンだ。本当に2つの理論は合体するのか。大丈夫なのか、セイリュウ。ゲーム。本当に2つの理論は合体するんだろうか。なし。なし。初めてのフュージョンだって終わりです。初めてのフュージョンだ、はい。2つの理論は本当に合体するのか。略語。こだわるからね。スザーク、はい、スザーク。で、初めてのフュージョンだ。はい、行きます。はい、本番。本番。はい、よーい。はい。やった。マイクロブラックホール展開。色彩連鎖開始。ゲーム。ホーキング放射異常なし。マイクロブラックホール除圧。スザーク。プリメント計測完了。再構築補正に移るわ。うろたえる。このジグラットはそのために設計された。はい、カット。カット。はい、オッケー。僕、脚本からも企画からもずっと一緒に監督でやってるんですけど、絶対に撮りたいっていうもののイメージがすごい固まっていて、そこを僕はだからそこを補完していく部分なんじゃないかなと思ってるんですね。だから あるストーリーがあるんですけど、そこにはやっぱり監督 ある分断されたイメージがあって、それをどうやって僕がつなげていくか、でどうやって面白くしていくかっていうことを大切にしているので、おそこ来たかっていうところも結構多いので、それをどうやってクリアしていくかっていうのをみんなで考えるっていうのを日々やっていて、監督も体当たりしてくるので、そこら辺をがすごい楽しんでやってる感じですね。もうちょい気をつけてね。それね、うん、それもうちょい今外に広がっちゃってんで、ちょっとあ、そう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 、もうちょい。このまま進め。そして未来を切り開くのだ。このまま進め。そして未来を切り開くのだ。はい。変ななっちゃうかもしれないから今のでいいです。魔法陣ティアマトに全てのエネルギーを注入しろ。了解。ティアマトに注入します。ワンの時とちょっと印象違うんですよ。ワンの時は結構すごいシャイで、すごいかけてシュ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 って動いてて、なんかこうカンカンとかと戯れてる、あ、こんなこと言っていいのかなっていうイメージだったんですけど、なんかシャイなんだよっていうのはスタッフさんからも聞いてて、でもなんか2になったらすごい気さくあふれる感じになってて、前回よりすごい話してくれるし、なんかすごい嬉しいです、うん。いや、聞いてるね、お前ら。ちょっと、なんでそこに引っかかっちゃうんですか。いや、こんな感じですか。スノート。なんだろうな。どうだい、まあ、ちゃんとどうだい。ちゃんとどうだいって何がどうだい。見てる。どうだいどうだい。今のちょっと上げて。もっともっともっと。これぐらい。はい。
じゃあドア開けて。魔法陣。あ、大隅さんちょっとね、ビローンって出てるのちょっと閉まっちゃってほしいわ。はい、本番。トラックオン。はいよー。うまくやったな。そうね。ありがとう。はい。はい、OK です。Yes。僕本当にその撮影の当日っていうのはもう毎回毎回緊張して、地方にロケ、まあ屋外でのロケーションでの撮影だったりとか。まあ、スタジオの中でもそうですけど、まあ、本当に普通に一般に生活している人たちよりも、まあ、すごいトレーニングを積んでいたり、まあ、本当に見た目が美しかったり、まあ、本当に立派な方だったりたちと、もうその人たちを前にですね、いろいろ指示出しをしたりディレクションするっていうのがものすごく緊張してしまって、一言で言ってできないんですね。用意スタートカットっていうことも言えないんです。でそれはですね、やっぱり基本的に僕が絵描きになる背景っていうのは自分の人生に全く自信がなく、なので自信がない裏付けで、まあ、パッチワークをしていくプロテクションとして、まあ、いろんな活動をやってきたというのがあります。まあ、そのペインティングやスカルプチャーもそうなんですけど、このフィルムも、まあ、時間を音楽やその映像で作るじゃないですか。ということは僕の記憶的なものが一瞬そこに定着するっていう、まあ、一つの安心できるゾーンを作るっていうことが目的だったんですけど、でもそのプロセスでたくさんのコミュニケーション、特にキャストの方が、監督ここどういう心境ですか、監督ここどういったシチュエーションですか、脚本のここ、こういうふうに書いてありますけどこれ間違ってませんか、なんてことを言われるともう全然対応できないんですね。ドキドキしちゃって。これ見てらっしゃる方はじゃあお前映画作んなよって言ってると思いますけど、それでも作りたいという、まあ、パラドックスですね。なので、本当にもうキャストの皆さん一生懸命頑張ってくださってる姿を、まあ、映してると思いますけども、僕は本当に映画を撮りたい、だけどキャストの方たちとはできるだけ接触したくない、まあ不思議な感じなんですね。まあ、できればですね、僕は本当に隅っこのスタジオの隅っこの方でモニターだけ見てボソボソボソっと指示を出してもらい、そういった俳優さんたちとうまくコミュニケーションできる、そういったディレクターの方がうまくこうコミュニケーションしてもらうことが一番いいかなと。できれば脚本の読み合わせの時レベルで、コミュニケーションは停止してもらってっていうのが僕の望みなんですけど、そうはともやんおろさないですね。なので、やっぱりそのライブアクションにはとにかく不向きで、まあ、例えばアニメーションの声優さんたちとも僕コミュニケーションが取るのは苦手で逃げてるんですよね。本当にそれで、映像が作れるのかっていうのが、まあ、言ってみれば内々尽くしでフリも作っていくっていうことが、まあ、一つのこの失敗の原因ではあるとは思っております。高さは問題なかったですか。左右の問題でした。私は同じことをやればいいの。そうです、はい、失礼しました、はい、オーバル。ボールド、はい、ボールド、はい、オッケー、はい、何やってるんだ、何やってるんだじゃない、四人衆何やってんだなってるよ今。はい、僕行きます、はい、えい、はい、助けに来たぞ、しずこ。誰だ、お前たちは。もちろん、未来からの使者だ。お前らの神とは違うかな。これのクエスチョン。いや、単純にそれでいきます。そんな。
仕込みでセリフが4人衆ザクになった4人衆監督に確認したらそうだっていうどこ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 で三島さん、なってたり監督、ここのは4人なんですよそうですこれまずいよねいや、一回見てみましょうこれ出せたの、まあでもあの段取りはそれでやってみましょう一回メイキング撮ってた方がいいですよ類まれなじゃ祈って未来が来るぐらいなら苦労はしないだろうあ、ごめんなさいじゃあこれ清流だけにしますはい、段取りの時点で清流だけにしますだって笑っちゃうのみんなが。みんなが笑うからだよ。笑わなかったらみんなだったの。申し訳ない。Today is talking about you watching about the shooting cast. This is my weak point, a very big weak point. But this is a reality. That's why I couldn't get to the finish.Maybe. But, you know, maybe you guys can learn a lot. Or not. I don't know. Okay, today is episode 4. And one day, episode 5 will come in. I don't know. But hopefully, we'll see. Bye-bye.噂とは違うね君の力はこんなものなのかはいカットカットはいカット、はい、This is episode 5 but I was recording for the episode 1 until episode 4 video was a very early moment at the May now is the end of the JulySo a lot of situation was changed. And also, my video was pretty big bad. Like, you know, everybody to focusing for the, my company bankruptcy. So everybody laughing, everybody enjoyed it. But for me, it's, you know, super serious. You know, until now, didn't yet.Everything is fixed, but like I have to make it for the continuation. So today I want to tell you about episode 5, about the creation for the characters. Mostly this episode 5 talking about three human being style of thing, friends character, Nina and Anne.That these two female character is completely my concept was want to be creation for the anime style to change for the real live action style thing. And also the Hikaru, the male character, is completely want to make creation for the kind of the Power Ranger style, like kind of the battle characters.I offering for the several creator. First creator is Mebae, who was you know, already introduced to you guys on another episode to anime, my you know, Six Art Princess character designer, Mebae-san. And Genity Head, he's you know, most important designer in this Jellyfish Eyes project. He making for the many style of thing.And one more character designer is TNSK. He was an amateur manga creator, but now is a, he's a professional manga creator. Let's see. わかりません。ズバリ。ズバリです。もう明らかに違うので、僕の嫌な方向に行ってますこれ。実際にもう制作進めないとちょっと、厳しいというところがあるので。はい。これは制作スケジュールってありますか？
でも一応8月1日に間に合わせてます。要するに何日に監修が入らなきゃいけないっていう正確な日が欲しいです。ここが違うっていうのだけは分かりました。これだとなんかあの僕が子供の頃のお母さんの水着みたいなそういう雰囲気に見えるので、ここが違うぞと、ここがですね、いうのは分かります。みんな役の青木ひなさんで、エビのちょっとシャープさっていうのをちょっと今日検証させていただいて、はい、ここだっていうのは中谷さんもうちょっとシャープでとおっしゃってたんです。もうちょっと一回本人でやったら、はい、2年後で抜けます。2年後で抜けますよね。先を行かないと。ちょっと今押ったところでも中間ぐらい、中間ぐらい、それぐらいかな、それぐらい、うん、2人はでも戦いを楽しむんだよね。だから結構ニヤっていうか、ちょ、ね、ニヤっていう感じで、そうだ、なんかこうやって笑うのもいいよね、はい、そういうのが強そうに見えるもんね、はい。イメージ的にはどうですか？想像してたよりもかっこいいです。すごい、ジェンコ君がにやけてますからね。ありがとうございます。もっとスウェットスーツみたいになっちゃうと思ったんです。そうなんだ。ピチピチ。あれ理想のデコボコ感だな、うん。マジですか？ええ。うわあ、すごいね。満足しました。確かにこれ動きどうなんですかね。これね、大丈夫ですか？すごいな。カリオタイツなんですけど、俺でもなんかちょっと包帯っていうのはここら辺とかバンテージの方がいいと思う。もうちょっとつけてない方が、なんかこういうところがね、ここはまあ包帯でもいいかもしれんが、そのビロビロしてるのがね、だけど包帯じゃなくてバンテージじゃないかな。まあ全体的にちょっとずつこうキュッとなるっていうか、今ちょっとボワッとしてるんで、ここキュッキュッキュッと。いいよ。ここはあんまりくどくない方がいい。いいな。わかりやすい。もうここない。ここもないって。もうない。なんか黒っぽいのがいいってありますか？青の方に置いて、これよりもっと暗い色を作れると思って、これよりもっと暗い色を。ね、とにかくこうアニメスタイルを実写化していくっていうのがとっても難しいことは、いろいろと、ハリウッドの映画を見ても分かるし、日本の実写の映画を見ても分かるんで、それをなんとかこう僕の作品では突破したいなと思って、本当にアニメのつるんとしたデザインをやろうとしたのがニナーンでした。ですがそれをこういざコスチュームに変えようとすると、コスチュームそのものを作ってくださった自由郎さんという工房の方たちは大変苦戦して、彼らの方からカウンターのデザインを上げてきましたが、なかなかうまくいかずに、何度も何度も素材からあり方からその揉めました。まあ、リクエストを僕はまず言えばいいんですけど、僕が 何をやりたいんだか自分でわからないので、
まずデザイナーの方にデザインを出してもらって、それを、造形の方に造形してもらって、そこからイエスノーを判断していくので、もうめちゃくちゃ大変でした。ニナとアンは TNSK さんで、ヒカルの方は JNT さん、JNT さんは全てのメメメのクラゲの、世界観を設計してくださってる、デザイナーの方ですけれども、彼は本当にこの作品にもものすごく尽力してくれた方ですが、まあ唯一人型のキャラクターとしてはこのヒカルというものを造形してもらいました。だね、僕もはいカット、はいオッケー、はいオッケー、ケイズ、アンさんはこうですね、はい、こうで、で顔を見合わせて、で、マッサージ、ちょっと一回自分でこの尺は埋めた、向いた、メガネ、行った、どうしたの、行こう、もうちょっとこれぐらいの分かんないです、ここでそれで、ニナちょっとここら辺を、ここら辺で、この辺見てて、一人で遊んでたつもり、嘘、達也、ナナと行ってください、あ、はい、はい、ちょっと、はい、はい、結局行くの、ちょっと一緒にその辺にいるってこと、動いた今めちゃくちゃ面白かったよ、面白かった、よかった、なんかキャラクターが設定されると思いました、あ、じゃあ、いやいや、こうにこふついてくんだなっていうのは分かるじゃないですか、じゃあ爆笑したもん、じゃあ行きましょう、じゃあ行きましょう、目線が B だよね、目線が B で、で、まあはいはいでこう、こう、いやロボットみたいなもんだからさ、スーッて無表情だな、無表情ね、ここまでフレームはここでいいんじゃないの、坂部正史、誰、正史、早く乗れ、直人さん、キャラクター造形っていうのは本当にゼロから立ち上がっていって、だんだん具現化していって、視覚的にもあと動きなども全て理解できて、この僕が作ろうと思ったキャラクターは実は僕の思ってたのとちょっと違って、こんな可愛い部分があったのかな、こういういやらしい部分があったのかなっていうことが分かってくるプロセスで、まあとっても楽しい作業なんですけども、その撮影の時も非常に興奮している様が今日は映し出されたと思います。Today's whole film is mostly my favorite part, but you know, very few place when I'm making for the film to can enjoy for 100%, over 100%. But this part is very good. Anyway, episode 5 is, this is the end, but stay tuned for the episode 6. Bye bye.
魔法人ティアマト起動。はい、オッケー、オッケー、計測、はい、計測お願いします。 Today is episode 6. So kind of the this Jellyfish Eyes Part 2 story challenging point is a very strange scale of thingBecause, American sci-fi movie is exactly very huge scale. But, sometimes Japanese sci-fi movie is a small, small scale. Why? So we cannot making for the big scale of thing. That is my big question. And then, we making for the big scale of the setting. Cool.今全然書いてないこうなんですけどこうこうもこうこうこのままビッチできないそうだな声優役久保田正孝役子役染谷翔太さんですよろしくお願いしますこういう感じでこれがあるわけですこれがこれですねそれでこれも完全に解放者の構造になってます追われて完全に守られてるで、ここに、客バブルという建造物があってはい、先に、はい、でここに、みんながいろいろ舞台になるコアっていうのがありますあそしてここに今度は雨宮っていう別の研究者がいましてでこの人はフレンドをどうにかしようとしてるんでクラゲ棒を捕獲した干してこれを要するに培養していっぱい作ってるんですよクローンみたいなクローンですかね、はい、クローンなるほど、はい、未知のエネルギーをここで貯めてどういったエネルギーを我々宇宙から抽出できるのかという実験をしているという今日話ですそしてですねさらに続きますが、お願いします。はい。我々のレポートは読んでいただけましたか、天宮所長。ああ。見事だ。アイカット。はいはい。はい、いいで、オッケー。はい、オッケーです。いや、これバベルの塔を逆さずにしてる、はい、アジトなんですよ。はい、それでバベルの塔って7階層目を作ると、まあ、神が起こって世界を壊すって、あそこはヘブライ文字がなんか7って書いてあるんですよね。なんか変な T っていうサインみたいなのありましたっけ？自動ドア。7って7回って意味ですね。7つ作るとつまりエネルギーを得ようとする人類の欲望っていうかそれを満たすと崩壊するっていうそういうものにかけてダークマターの召喚は順調です、雨宮所長。しかしティアマトを稼働させるにはまだパワー不足だな、聖竜。ということで、ジグラット、これですね。大変だったんですよ。アイデアはバベルの塔が逆にぶら下がってる、まあ、シャンデリアみたいなそういう構造の建造物が地下に眠ってるっていう、そういう設定だったんですけど、僕の頭の中ではそういうイメージがあり、絵もデザイナーの方に描いてもらったんですが、CG の方たちとのコミュニケーションがめちゃくちゃ難しくて、で、結局、こういう構造物を作ったりして、みんなに説明することになったんですが、まあとにかく誰も見たこともない映像を作りたくて映像作品を作ってるんですけども、見たことがないだけに説明するのがめちゃくちゃ大変です。僕の中ではもう僕の頭の中にあるものがみんなに伝わるもんだと思っていろいろ話したり絵を描いたりしてるんですが、難しかったです。まさしくん、目を覚まして。まさしくん、
や、なんか切迫感がなんかずっと単調なんですよ、やっぱ先が。ああ、なのでなんかこう、もうそう、もうこれも起きなくったらもう終わりみたいな。今なんかまさしくんお母さん、まさしくんお母さんってこうただ言わせるだけなんで。お、よし、よかった、あ、よかったよかった。はい、じゃあもう、じゃあついてるね、ついてるね、逃げないで、お前逃げるの、照れて逃げるな、落ちないよ。2人がもう日本映画見たことないぐらいのエネルギー。だってこれ家族でみんな一人一人の人たちが一緒になりたい、ね、もう一回みんなで絆を作りたいっていう映画だからさ。それ聞かないでください聞かないでください。ちょっと照れくさって。まさしくん、スザン、魔法陣ティアマトに全てのエネルギーを注入しろ。了解、ティアマトに注入します。この、ジグラットの内部に、まあ、コアというその逆バベル の、 その先端に、まあ、コントロールタワーがあって、この中にあのロシアの構成主義のタトリンというものをぶら下げたんですよね。まあ、僕美術家なのでセット芸術の中にもそういったアートの文脈を入れ込もうと思ってやってみたものの、それがまた伝わらず、で僕も頭の中ではそのタトリンがあるとめちゃくちゃかっこいいと思ったんだが、なんかあの気の抜けたようなものになってしまったので、後から CG でこういろんなものをパッチワークしていくんですけれども、サイファイな世界とアートの歴史とそういうものを一緒に体にしていくのは難しいっていう、まあ実体験した、視点抜刀のプロジェクトでした。今入ってないんで、あの入れたらコントロールバーを取り寄せます。おはようございます。いや、感動しちゃった俺。宇宙船ってアムロじゃん、これ。はい。何でしょう。あ、わかりました。ここはですね、今回舞台となる、めめめ6ヶ月の舞台となる原発、メルトダウンした原発の地下にある秘密エネルギー研究機関ジグラットという内部の4人衆というホロマンドの人たちがいるんですが、その人たちのブリッジ、この下にあの直径150メートルぐらいだ、あの魔法陣のお釜みたいな状況のものがあるんですが、それを監視監督するブリッジですね。でここにある魔法陣が4人衆の、まあ、オリジナルの魔法陣で、でこの魔法陣が向こうには何百個もあって、まあ、すごいこう前回めめめのクラゲ1では1個でも巨大な怪物を出現させたんですが、何百個もあるということで、まあ、大きなエネルギーを発生させる装置をここでコントロールしているという、そういう場所です。こんなに距離が必要だったのかなっていう大きな疑問があるんですよ、僕。なんであそこをあんだけ上げなきゃいけなかったんだろうなみたいな、ね、それこそ CG でやりゃいいじゃん。あのこう
なんかあの僕素人でもちょっと分かるようなことが行われていて、まあ気分的にはいいんですけどね、コスト的にちょっと僕はあれと思いましたけど、まあ初めてのセットなんで今後はちょっといろいろ勉強させてもらおうと思ってますが、ここは須崎さんの研究施設で、まあ、要するにここにこう座って、その下にこう結構お釜があって、ここではまあコントロールしてますが、まあ、直径 150m ぐらいぐるぐるって回って、一個一個のその魔法陣を確認する、なんかそのスーパー神を噛んでみたいな、そういうシステムがここにあるという設定です。はい、すごいですね、これね、やりすぎ。 LH 移動機率 48.3、機械連鎖異常なし。魔法陣稼働領域レベルシグマ移行、ホーキング放射確認。さーて、ここからが未来への入り口だ。こういう世界観の作品ってアニメーションでは日本ではあったかもしれないですけど、実写であんま見たことないなと思って、それはすごいだろうなと思いました。 LHC 同期率コンプリートしました。よし、もう検体の力は必要ない、引き金は引かれた。そうですね、セットがとにかく豪華だったので、まずそれにすごくびっくりしたんですけど、実際に映像ができたらもっとすごくなるんだろうなっていう可能性がたくさん詰まってる施設だったので、すごく楽しかったです。はい、セリア、お前らまた何やってんだ。まだ分からないのか。喜べ、新世界の誕生だ。お前らに世界は変えられない。はい、バッタ。はい、オッケー、オッケー。バンの時は割とヴィンテージな衣装だったんですけど、今回は本当オリジナルで作って、でもすごく一人一人型も違うし、なんか個性が出てる服なので、でマントもすごくシルエットが綺麗になっていたりとか、その4人衆も、パワーアップしてるっていうのが衣装からも伝わるような、すごく素敵な衣装なので、なんかすごくとにかくすごいなと思います。お前たちは新しい世界を切り開く引き金となるのだ。選ばれし3人よ、あなたたちが世界を変えるの。え、世界を変える？そうだ、オーバルの出現が君たちの運命を変えた。嘘。あのアーティストで有名なあの映画っていうのが2つあって、僕の記憶の中ではジュリアン・シュナーベル、あとシンディ・シャーマンの作品があって、ジュリアン・シュナーベルはまあ映画をもう何本も作って、まあ僕自分はストーリーテーリングするのがとても上手だしとても好きだって言ってるんですけど、一方シンディ・シャーマンはもう二度と私は映画を撮りたくないと。もうなんでかというと、その現場でいろんな人が私に質問してくると、もうその瞬間に答えなきゃいけないのが信じられない、芸術はそんな風にして作られるもんではないって見直ってたんですよね。僕はその要するにあのサイドストーリーを見てたので、まさに、撮影の現場でみんなが僕に質問してくるので、なんで僕に質問してくるんだと、あの助監督に聞いてくれと思いながら、いやいやいかんいかんと、原案も監督も僕なので僕が全部答えなきゃいけないって、ね、一生懸命答えてますけど、場当たり的に答えてるので、まあみんなが右往左往する原因を作っていたとも言えますね。 Today the story is a ziggurat, like a kind of the underground, the nuclear power plant, like I'm making for the very strange story. Anyway, something like that. Thank you so much for watching. See you soon.
Today is episode 7, talking about the action sequence. When I was watching to the Japanese sci-fi movie, the title is Gantz. So that movie, well, the action sequence is amazing. That's why I was checking and I offered to this action director, Yuji Shimomura. We are offering for him to, and then making for the, conducting for the action sequence, Jellyfish Eyes Part 2. Yuji Shimomura made the previs, the video, kind of the storyboarding. That was amazing quality. And also the computer graphics combination thing. Please see. トレーニングやってんすか今。見ましたあれ、あのビデオ最終的にやるやつ見てない。青木さんはまだあのパソコンで男の人たちがやってるやつ見てないですよね。すごいよ。で見た。すごいよね。できるのって言ったら、いや、やらせますって言ってました。軌道がやっぱり前蹴りっぽいです。ちょっとだけ横です。まあここまでやらないでもいいけど、せーの、1、2、パッ、1、2、3、はい、はい、はい、前に回し蹴りだけ、こっちは反射で、はい、で、そこと、どうしたの、先生に怒られたみたいな。でしょ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 攻めた。バーワイヤーで、これもね本当はね青木さんにやりたいんだよな。ドーンダサササササ、ここら辺は吹き替えでねスタントでやるけど、そしたらドン消えたと思ったら、これも練習したいな。ええー、じゃねえよ。やるんだよ。いやできるよ。そのまま落ちちゃってるから、離れたとしても最後までこう伸ばしとこうか。はい、ごめん。本番。いいよ。はい。せーの。やっ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 。まず監督のオーダーとしては、まあ、ニナ・アンが初登場なので、まだ彼女たち の, そのフレンドとしての能力というか、まあ、まだ何者なのかというのを明らかにはしたくないということで、アクション的にも超人的な動きはしてないんですね。でもその中でもそういう片鱗をちょっと見せたいということで、逆にヒカルの方が、まあアクロバティックな動きを多少入れたりはしました。それと同時に、まあニナ・アンに関してはまあ、お二人ともね、まあ、スタイルが良くて足が長いので、まあ、蹴り技ですね、蹴り技メインでやりましたね。あとはそのコンビネーションというか、まあツインズ的な見た目もあるので、まあ、二人がそのコンビネーションでその蹴り技を繰り出すっていうところをメインにしましたね、はい、落ちた、ドン、ゴロ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 、ザ、着地、はい、あ、じゃあ、入りますよ。はい、ありがとうございます。今日はとても長い一日になります。山ですね。山です。めっちゃ寝る。今日を乗り越えれば結構山場なんで、本当に今日が気合い入れてやりたいと思います。高級フレンドなんですよ。高級フレンド同士なんで、もう男とか女とかメンチ切って、これはこの悪いみたいな、そういう気持ち。ありました。
狙って、もう画面ここぐらい辺に顔があって、はいはい、キュンっての欲しいですよ。どっかね、あ、分かりました、はい、作れます。はい、これは後でしましょうか。これはね、ごめんなさい、機械通して本番本番、はい、よーい、はい。アクション稽古1ヶ月の中で自分で研究しながらやっていたつもりですね。アクションの練習の中でご苦労された点とかありますか？そうですね、まあ、簡単に言うと自分体が硬いので足が上がらないんですよ。なので足のとことかすんごい苦労して、最初稽古の3日後とかすっごい足が痛くなって針治療までしてもらって治したりとかしてましたけど、はい。ニナ対ヒカルはね、大変でしたね、あれはね、思い出せばやっぱりもちろんスタントも使ってますけど、スタントと役者のこの境目ですよね、なるべくそこが分からないようにするために、もちろん役者にも頑張ってもらって、徐々に徐々に形にしてきたんで、でそこをまあ最大限にこう見せるようにと、そのスタントの境目をなくすようにっていうところですごく苦労した部分があります。アクションシークエンスにおいて、ハリウッドの映画とかのそのメイキングのシチュエーションを見るとですね、どの映画もそのアクションのために、まあ、体を作るために、2ヶ月以上減量したり筋トレをしたりして体作りから入ってるんですが、日本の映画ではそういうことがあんまりないと聞いてました。パート2までの間には半年以上の時間があったので、体作りアクション作りから始めようということでやってみたんですけれども、僕はそういう現場にいちいちいたわけじゃなかったので、今回改めてこのメイキングビデオを見て皆さんの努力に頭を触りました。ありがとうございました。プラス CG でアクションで補いきれないような、複雑な、まあ、突飛なアクションも組み合わせることで、まあ、見たこともないような日本のアニメスタイルの実写ができるのではないか、それが僕らの挑戦としてやってきました。ニナ役の青木寿也さんです。よろしくお願いします。アン役の今野彩香さんです。よろしくお願いします。光役の松島翔太さんです。お願いします。またニナになりました。よし、はい、はい、いいんじゃない、いいんじゃない、かっこいいですね、うんうんうん、はい、オッケー、はい、やっとオッケー、ここ誰がやる、あ、いいじゃん、入りますか、はい、に合わせて足をぐっと上げていく感じ、自分でジャンプはしてない、ちょっと軽く上げてみてください、こんな感じ、はい、こんな感じ、はい、はい、今ニナの制服の右側、これ大丈夫ですね、はい、行くよ、じゃあ本番、本番よーい、よーい、はい、せーの、これも繋がってるんですか、これは、繋がってます、もう逃げれません、もう逃げれません、もうちょっと取りますか、
高いんですか、ソラは。まだまだ誰が思ってる。本番よーい、はい、はい。村上監督は今回初めてだったんですけど、もともと監督ではないじゃないですか、映画監督ではないじゃないですか。で、普通の映画監督だとそれは無理だから最初からやらないだろうっていうこともとりあえず言ってきてくれるんですよ。で、僕らもその何ですかね、ハードルが高ければ高いほどなんとか監督に納得してもらいたいな、なんとか監督のそのイメージ以上のことをプレゼンしたいなっていう部分もあるんで、そうですね、まあ、相乗効果というかすごくやっててうちら的にも楽しかったですね、はい。Okay, today is the action sequence, the making situation. So that was a very, very, you know, hard job to cast and action, you know, the group of people. Thank you so much. If I can making for the, I can get the chance for the complete this movie, I really want to make for the renovation everything in the action sequence. But, you know, I already having a proud of.You know, my team. Okay, today's action sequence, and stay tuned. See you soon. Bye bye. どうすればいいの？お父さん！私たちが悪かった！許してくれ！はい、OK、素晴らしい。はい、OK です。ありがとうございます。はい、参考する。Today is episode 8, refilming. Jellyfish Eyes part 2, when we shoot it, the film, part 1 is 2011 and part 2 is 2012. But when we started to the shooting a film, part 2, we didn't finish yet in the part 1. So, but my...philosophy is I have to making for the constantly to go into the film, you know, in the brain, because painting and sculpture versus the filming is completely different way. Everybody too confusing, and we have to reshooting. Come back.はい、カット、カット。ここが、ここ確かにそうですよね。ここはまあ使えますね。まあ、はい、OK。はい、OK、OK。じゃあやりますよ。もともとめめめ1に引き続いて西村監督が、まあ、撮影と編集をなさってたんですけれども、で2、3撮りたいシーンがあるので、それをやってほしいと言われて参加したんですけれども、まあ、どんどん村上監督と話していくうちに、構想が広がりですね、全体的に台本を見直してシーンを保管してほしいと言われて、まあ、最終的には西村監督と特に話すことなく引き継がずですね、新しい目線で参加させていただきました。もともと2ヶ月ということで、撮影始めたんですけど、結局半年ぐらいかかって20シーンぐらい撮り直したんですかね。だから女の子がこっち行って、はい、男の子がこっち行ってぶつかり合うみたいな、足に行こうとする人、こっちに行こうとする人、だから一回揉めてこう、ああ、はい、散るような感じ。本番、本番、棒なるべく引くからね、本番、
よーい、えい。めめめ2の撮影は2012年の去年の夏に行いまして、ただしそのめめめ1も、編集作業ポストプロダクション中だったりして同じメンバーでやっていたので、まあ、かなりドタバタで進んでました。しかし僕自身がやっぱり映画の世界の中に入っていくのが初めてでしたし、めめめ1で、でもうとにかく毎年っていうかもう1年の中でずっと映画付けにしていかないと自分やっぱりこう逃げ腰になっちゃうなと思って無理やりその2をプロダクション進めたんですよ。その時一緒にやってた監督の西村さん以外の全員が辞めた方がいいと、そのもうちょっと準備をして2012年の冬かもしくは2013年の春から撮影すべきだって言ったのをもう僕は押し切ってとにかくやってくださいっていうことでやったんです。まあ内容もドタバタで何を言わんとしてるか分かんないのも分かっていながら、まあ、撮影したんですよね。でもそういう勢いみたいなものも大事だと思って撮ってみて編集してみたんですが本当に意味が分かんなくて何を言わんとしてるのかも分かんないですし、めめめのクラゲ1と2のブリッジもないしやっぱあまりにも滴らずだったのでその辺をまあ描きたいと加えてそのスタッフをちょっと全部変えさせてもらったんですけど、でもそれもすごいこうギャンブリングなトライアルだっていうのを聞いてますし、やっぱりその前にからやってた人たちにおいてはやっぱあんま気分も良くないこともあるかと思うんですけど、まあ、自分自身がその映画産業の中にいてその映画会社から仕事をもらってやってるとかそういう話でもないですし、自分のその何ですかね、やりたいビジョンっていうものを徹底させるっていうことが一番大事なゴールなので、まあ、かなりわがままを皆さんに聞いていただいて、でそういったスタッフィングも含めて本当オールニューでやることにしました。多分コマーシャルの映画業界では絶対に成立しないことだと思うんですけど、まあ、そういうことでも何度もやって、まあ、そういう痛い目にあって「めめめ3」もそうですし他の映像作品にもこの痛い目をこうちょっと乗り越えて成長したいなと思う思いでとにかく全部自分の思いがコンプリートできる方向で、撮ってもらうことになりました。本日新しい法律が施行されました。フレンドを特別指定有害動植物として個人での所有を禁じる、またフレンドの発生源となるデバイスの所持及び譲渡も同様に禁止とする。わかりますね。直ちにフレンドを渡しなさい。嫌だ、絶対嫌だ。かかれ。やい、えい。父さんと母さんがまだ大学の研究室にいた頃、二
二人でよく聴いた曲だ。これのもうちょい広い目ぐらいがいいですか。レンズのミリ数があるんで、うん、前のサイズにしてちょっと引きます、うん、あ、はい、それが一番、すいません。バランス取って、はい、そうそう、あ、もっと最初の、もうね、左右待ってもいいですか。あ、何ちゃうんですよ。3、2、1、せーの。うわー、うわー、うわくんとこ笑いすぎですけど面白いじゃん、なんてすごく今いくつ？12ですよ。はい、ワンの時いくつだった？小学校6年生です。声変わりはした？声変わり結構してます。彼はグー近くに来たら止まる間際にんって口に近いで言うか。うわ、すげえ、かっこいい。よーい、はい、せーの。ちゃんみさん寝てるの回してみて。かっこいい。 SF だ。おかしだ。はい、そのような感じです。はい、どっかすかすね。1年です、1年1年かかってます、あれ。本番、よーい、えい。さき、静か。はい、はい、静か。どうでしょう。あ、いいですね。最初のゆっくりがめっちゃいいです。脚本と、そしてまたその後に、絵コンテ、台本をいただいたんですけれども、あの最初にいただいたのと大幅に変更していたんで、それは驚きましたね。まあ、今回はあの改めての追撮っていうことなので、そのこだわりはあの細部にあたって細かくなっていて、非常に、そのことにこだわる部分に関しては、非常に細かく指示されていたのが印象に残りました。あえてなくても、要するにこの時はまだ、いや動いてる方がいいですね、やっぱ。あ、そうですか。うん、動いてる方がなんか、やっぱり、僕らどうしてもいいものを作ろう、いいものを作ろうって言っても、現実的にはまあお金の制約、時間の制約の中でどうしてもやっぱ妥協しながら作ることが、まあ職人としてやってきたけれども、まあ監督は基本的にはクオリティが一定レベルをいかなければノーだと、全て。それがこの追撮の規模であったり予算のかけ方であったり、今もね、最終目標いつ作り上げるか決まってないですし、それはそこまでやっぱ粘るっていうのが一番アートにとっては重要であるんだけれども、まあ、基本的にほぼ僕らは粘りしろがこれぐらいしかないんで、もう監督無限に粘りしろがある。それはやっぱ尊敬して見習わなければいけないなという部分と、やっぱり僕らはアーティストじゃなくて映画の職人なんだと改めて痛感したところでもありますね。あ、本当に乗った。6月に皆さんを2ヶ月で10日くらいの撮影なんで来てくださいとお誘いして半年経ちました。無事クランクアップを迎えられたこと、ありがとうございました。皆さんのおかげで撮り切れたと思っております。で、監督と CG 部と、僕も含めて仕上げの方頑張りたいと思っております。それでは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
改めましてこれ久しぶりにこのメイキングの数々を拝見したんですけど、一言で言って痛々しいです。僕がじゃありませんよ。一生懸命参画してくださったスタッフの方が完成しないということで本当に申し訳ない思いでいっぱいです。まあでもその時はですね、まあ、今もですけど僕は僕なりに必死なんですけれども、いやー痛ましい結果ですね。すいません。 You're watching to the refilming、that was super painful、sequence everything so I'm sorry too much to working for theMy confusing biomed. So, but I didn't yet give up. I hope, but in a money situation is pretty bad. That's why I have to give up right now. But today I be thinking about I have to finish this film. I don't know how long.And how much we have to, I have to spend the money more, but I have to finish this film. Now I decided, but I don't know. Okay, thank you so much, and see you next time. Bye bye. Hi, this is Takashi. Today is episode 9. Car action sequence plus bicycle action. Looks like Steven Spielberg film E.T. One of my favorite movie is Steven Spielberg movie, the E.T. I was so moved and so cried a lot. And then I really want to trace.That this action sequence. なんかね、そっからかっこ悪いんだよね。あ、なるほど。確かにかっこ悪い。はい。で迫力出んのあれ、うん、でもああいう今あれ僕結構迫力出してる、ね、そうだよね。だからあれは迫力ないなと思って、はあ、やっぱりこうなんていうんですか、カメラがあってこうビヨーンってジャンプしたりとかバンクそういうのがやっぱないので、今なんかゆっくりカタカタ落ちてるじゃん。あれスピード上げてるんですけどね今。上げてんの、ええ、あれ分かんないぐらい上げてるんですけど、かちょっとね、あそこでもう2-3カットぐらいなんかこうバーンってやったり、あそれって多分アクション部っていうよりも、うん、あのなんかモトクロの人とか呼ぶ感じですよね、うん、あとやっぱこう後者にこれう
2012年、西村さんとのその撮影で自転車のシーンをやってみたんですけれども、なかなかちょっと納得のいくことができませんでした。というのも、僕があまりにも撮影を急いだせいで、自転車のアクションシークエンスのスタッフを調達できないというのがその理由でした。なのでまずその再撮影をするということが決まった時には、その自転車のシーンをどうしてもやりたいというところからの再撮影が始まったぐらい、心残りの大きかったものでした。すいません。はい、じゃあ3年目ですけども、で、4人に関しては、まあ、言ってみたいに自転車をもっと派手にしてちょっと時間をかけてゆっくり撮っていくっていうのがテーマ。自転車の指導の先生の関さん、はい、よろしくお願いします。あと彼がクリス君です。あ、はい、まさし君の吹き替えをやっていただく。よろしくお願いします。あんまり力まないで、ああやってあの足を水平に止めて膝をちょっと伸ばしながら漕いでないときは、あ、そう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 、あ、そうそうそう、さすが。ジャンプの高さをこう確保するっていうよりも、はい、今ジャンプの高さを確保するためにグーンっていう感じじゃないですか、はい、そうじゃなくてシャンシャンっていきたいです。角度の問題です。タツヤ役の吹き替えやってもらうライトです。ライトです。お願いします。マナト役の吹き替えやってもらうユウマ。ユウマ、ユウマ。お願いします。ジラン役の吹き替えやるユウタさん。ユウタ君、はい、ユウタ君です。お願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと一回お手本というかかっこいい乗り方でやってもらうんで、どっか近くで見ててもらって。はい、お願いします。はい、じゃあ、はい、じゃあテスト乗ります。テスト、テスト。下がりますよ。はい、下がりますよ。下がります。はい。前かがみ、前かがみ。そうそうそう。あ、いいね。OK。いいよ。さっきのあの、この体勢忘れないで。はい。で、あとスタンド、スタンド。あ、みんなスタンド大丈夫ですか。頑張ん、頑張ん。よーい。よーい。スタート。スタート。カットカット。すごいかっこいい。お疲れ様です。あ、1年ぶりです。なんあの追加撮影、チェイスシーン撮ってる。怖い。超怖い。はい。なるべくブレないように。良ければちょっと回すんで、あの。スタート。テスト、よーい、スタート。おーっと、いいじゃん、いいじゃん。ごちそうさまです。外側に振って。はい。はいはいはい、オッケーオッケー、はい。それで。バン。よーい。いやちょっとまだ分かんないですね。あの一箇所がめちゃくちゃ痛いんで。頭打ってないっていうんだよ今。いや大丈夫かな。でも今じゃあ後でな。はい、後でね。おはようございます。おはようございます。どうもおはようございます。怪我どうですか。大丈夫ですか。は、大丈夫そうです。大丈夫です、はい、大丈夫です。自転車のまま。じゃあ僕らとしてもそうなんですけれど、やっぱり不測の事態もあって、彼なんかレースで何回も前回りで転んだりはしてるんで、であの程度で済んだっていう。多分あれが素人だったらもっと大変だったと思うんですけれど、
ここから入っていくときに結構ガタガタのところだからタイヤを取られるから注意してね。はい、よーい、はい、何が起きたん？とりあえず今のキープでもうちょっと、だからチャリがもっとスピード出せばいいのか、はい、追いついちゃうから振ってんだよね、はい、瓶が飛んでました、はいはい、出てちゃった掴もうと思ったのにダメだった、ちょっと振りすぎ、はい振りすぎ、このやっぱり日本の街並みを、の中でも縦横無尽に自転車とパトカーで、チェイスしたいっていうことがあったんで、もう自転車チームを呼んできて、であのやっぱり、ね、瀬口さん率いるこう BMX の、まあ、日本のね、トップレベルの子どもたちが集まってくれて、もうそういう本当にもういろんなスタッフがバーッと集まってやってくれて、まあ、ここまでのものになれたと思ってます。で特に、この、ね、自転車会社で小鹿野の街の人たちがもう100人近くの人たちがもう協力してくれて、お祭りの、ね、道具も全部用意してくれて、子供たちも朝からね、本当彼らの楽しみたいっていうパワーも映画に映ったと思うし、もうみんなが動いてくれて撮れたんで、まあ、すごい楽しかったし、本当に映画って一人で撮るもんではないので、みんなの力が結集できたなと思ってます。はい、クリスさん、はい、クリスさんお疲れ様でした。おはようございます。おはようございます。頑張ったね、ありがとうね。そして指導等で協力していただいた瀬口さん、ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。パート2の結構色を決める重要なシーンだったので、どうしても撮り直したかったシーンなんですけど、まあ、すごいリッチになってしまったのでもうどういうふうにもうアレンジしようかと思って、すごい悩みどころですけれども、すごい大満足してます。編集が楽しみです。あれ、いい加減に止まりなさい。電車を止めろ。さもないわ。おい、高塚直人はどこだ。知らないよ。くそー、騙された。で、この自転車シーンの追跡しているチェイスのパトカーはミニパトをリクエストしたんですよね。理由はルパン三世カリオストロの城の、フィアットとのこうチェイスシーンを彷彿させたかったということで、でまあ、そのカースタントの方にやってもらったりして、結構派手なアクションやってもらいました。
ですがやっぱりそのドリフトのシーンとかアニメーションみたいにはいかないんですよね。当たり前ですけど重力で こんななりながらはドリフトしなかったりするんで、頑張ってもらっていい映画撮れたにもかかわらず僕のわがままで CG にしたりとか、もしくはなんかスピード感が出ないということで、パトカー映ってるのを全部消し込んだりとか、とにかく CG で無茶振りをしたのもこのシーンの特徴です。 Today is episode 9 is a car action sequence and a bicycle stunt situation. My goal is a juvenile movieLike boys and girls is running and battle and surprising and looks like a fantastic situation. That is my goal. Okay, thank you so much and please watching next. Bye bye.Today is episode 10, talking about Tarakune, this robot, like a beagle story. One of the important things is Jellyfish Eyes Part 2 is a mechanical situation. So I already told you the, before the episode, one of the biggest the character is this beagle robot, Tarakune.This head position, the two women in this part, and this part having a missile thing and a laser breast thing, and then looks like a Japanese traditional beagle, looks like tarantula style of thing. But everything is a computer graphics thing. That is how combination. So our team is never having a happening. That's why.We did a lot of big challenge. Let's see. ここ前の方の方はこういう感じ。で、後ろの方の方はまあこういう感じにしようかなと思ってるね。どういう風景がいいのかな、これ。やっぱりでも、ここがパネルがバーンって指示で出てくるのが一番いいのかな。そこまで表現してない。どうするんですか。それもちょっとなんかでもメカっぽくした方がいいよね。上からの図描ける。はい、描けます。上からの図となんかもうちょっとルック、もうちょっとラフでいいんで。足の設定が上からはないので、それは今はミックスできないんですけど、当たりだけは取れます。劇中に出てくるタラクネという雲型のメカがあるんですが、そのメカのデザインをさせていただきました。デザイン自体は、村上監督と、セッションを行いながら最終的な形を詰めていきました。見どころは、コクピットですね。デザインはアニメ的なデザインなんですけれど、実際にそういうものがあっても、おもちゃっぽくならないような配色など、意識してデザインしました。特に大変だったのは頭部の造形ですね。丸みを帯びたデザインなんですけど、その丸みのイメージというのが僕の絵の感覚の中にあまりないもので、監督の書かれた指示書を見ながら、修正を加えていって、村上さんはその書かれた設定画とかに赤を入れていくというか、直しのこう指示書を書かれるんですけれど、ラフの線というものがもうこれで間違いないという曲線を書かれて、前から見た図と横から見た図で全然そのついつまが合ってないように一見見えるんですけれど、そのついつまを平均して合わせていくと、とても美しいフォルムが出来上がって、造形の完成度に僕はすごく感銘を受けておりました。
緊迫感がなくてやってるけど、なんかね、どうしたいんですかね。なんかもう要するにこの子たちを全部頭をこういうふうにやって一緒に、はいはい、子供をかばうという。やめるしかない。中腰で大丈夫かだったじゃないですか、はい、それもうちょっとなんかこう下まで結構までやっぱりこうやって上げて、それでこういう感じで。わかりました、はい、申し訳ない。バもう一度力を貸し合う。データを消せ。分かった。いやー、このシークエンスの CG ができた時はもう僕は本当にありがたい気持ちになりましたね。まさにこういうシーンを撮りたかった。でもまあ他のエピソードにもありましたけど、まずそのビアンキネロっていう怪獣の動きから、このタラクネの動きから、全てがゼロポイントから全てこう作っていったので、まあパッと見れば本当にただの怪獣とロボットのプロレスなんですけど、大変でしたね。まあだから本当こういうシーンが一個一個できてって映画ってできていくんですけど、その期間9年間ぐらいかけて予算もどんどんつぎ込んでやったんですけど、完成しきれるだけの時間と資金とあとタイミング、まあ本当に今年はもうコロナウイルスが来てしまい、もう何もかもちょっと考えられなくなってしまって中断してます。中断というかもう本当停止ですよね。でもこのシーンは本当にこうやって皆さんに見ていただけて良かったと思います。そのまま、はい、大丈夫大丈夫。まっすぐまっすぐ、はい、切って、はい、まだ右にちょっと回る。本心電化飽和。ちょ発射。避けた。嘘。早い。嘘早い。頭強く。入れる。多分できる。回りました。はい、緊張してください。はい、よーい。はい。そろそろデータのないエリアよ。テンソルファソナー、アクティブモード。各次元16メガビットで量子化。
サンプリングレートは7セカンド。セット。気をつけて。ん？やだ！イルミネーター固定。モノポール内、バイパス完了。放心電荷飽和。え、ちょ、発射！はい、カット。はい。はい。どうですか？よかった。よかった。はい、オッケー。はい、オッケー。はい、両サイド。前両サイド外す。はい。わ、パルスが太ももを切ってる。ダイエット第7バルブ閉鎖。そう。ケリケアできれば発動。これでサイド。前から来た。大変ですか？大変ですよ。座ってるの大変なの？座ってるとあの柔らかそうに見えるじゃないですか。硬いですよね。はい、本番。はい、よーい。はい。マップマッチングの精度は 98%。 準天頂衛星はロスト。完全自立走行に移行。放射線濃度上昇中。現在 73dB 配備。進行方向に巨大空間の反応あり。フラットメインキャンペーン到着。これどっちかな。ハッキングしたマップデータと違うじゃん。This is one of the, my focus sequence. So in my head, so when I watching to the this sequence, my head is I gotcha everything. Yes, but now not in the storyline, just in the making situation. That's why doesn't have any emotional thing.That is so sad, but you know, this is a reality. Sorry, my team, but you know, in the future, if I can get any chance, I really want to make a redo everything, this kaiju and robot battle. Okay, thank you so much. See you, sayonara.
am character in Jerry Fisher Eyes Part 2, Naoto. I am never die. today is talking about Ziggurat. Ziggurat is underground on a nuclear power plant. So this is a climax, the place. So everything is in this place. Everybody came and then having a big happening. So this is today's story, the Ziggurat. マサシたちはジグラットに連れ去られた。おそらく間違いない。ジグラットは原発地下1キロメートルの深さに作られた新エネルギー開発のための研究施設だ。バクトの入り口は敷地南側の発電所から離れた場所にある。そこから手分けして潜入を試みるわ。 A ダクトは私とナオト、 B ダクトはニナ・アーのタラクネで、コウとインファントのみんなは地上に残って構造図を保管、私たちをカバーして。了解。あんたはこれより我々マハーシャンクは拉致された3人の奪回と4人衆の企みを阻止するためジグラットへの潜入作戦を開始する。絶対解決できないと思います。だって解決案はそこを抜くって、じゃあどこ抜くのかって言って簡単な話じゃないわけですよね。みんなだってイマジンしてるんですかね、これどこ抜くかって。ここを抜くだろうなんだろうって言ってましたけど、あそこエアコン効いてましたよ。それでズバーじゃないですか。あれあんだけで、要するにどこ外そうが何しようがズバーだったんで、絶対暑いし汗かいてるし大変ですよこれ。こっち方向にこう動ける感じで、ここにお尻を乗っけてもらって、ちょっと周りはグリーンこう立てたりするんですよね。うん、周りはグリーンでですよね、はい、ちょっと狭すぎんじゃないかな。いやでもこれぐらいでもこうですよ。これぐらいだったらやっぱこれがシュッですよね。これでじゃあ行くぞっていうね、シュッっていう。大丈夫ですか？あの酸素しやった方がいいんじゃない？大丈夫です。目がなんかモニター見ててやばい。それお芝居込みで今本番。本番はいよーい。はい、いいよ。あ、僕？もう一回。よくない。原発の地下に秘密基地が存在している。まあ高等無形なストーリーなんですけれども、そこで、全ての最終的なクライマックスでハプニングが起きる。まあやっぱりその頭の中はアニメーション。カット割りでうまくやればすぐできると思うんですけど、それをですね実写でやるとなるとめちゃくちゃ段取りが必要で、初年度準備期間の短かった2012年ではあまりうまいこといかなかったと、苦心惨憺たる思いっていうのが
今日のメイキングに入っていると思います。ご覧ください。かっこいいな、グレード小顔になってる気がする。これしてたらこれやばそうですか、演技長時間するのこれで。まあ長時間だとちょっと危険かなっていう、苦しいって、あ、こうやって取れるの、すごい、苦しいね、苦しい、うん、ずっとつけてんの。そうだね、かなりピタッて、うん、自分の息が返ってくる、返ってくるから、あ、あ、それいいですか、腰回転してもらって、排気がここというよりも吸気がここに近くっていう、あ、口に近くにってことですね。あとはもうこれなしです、それが一番、まあ、そうしたらもうデザインもいじらずに、うん、あのただ風を送ると風が全部入っちゃうんで風が使えなくなっちゃう、どれがいいかね、全然 OK ですね、僕はね。もっと入れれますね、エアちょっともっと入れてみて、エアバイザーでやっぱいるっていう時はやってもらって、はい、ないのを基本に考えて、はい、っていう感じで。当日エアを送ったやつを一回かぶってみてもらって、どれぐらい変えていくか聞いてみますか。もともとのデザインだったものが、まあ、村上さんからスタイリッシュなこういう面にしてほしいと。でその時にやっぱりスタイリッシュになればなるほど密閉度が高くなって苦しくなっていく。でそれをどうにかして改善しないと役者が芝居ができないんじゃないかっていう話になりました。でこういうふうにマスクの前がなかったりエアポンプを入れてみたりとかいろいろしたんですけど、結局は役者の身体能力に頼らなくては撮影にならなかった部分があって、まあ穴とかいろいろつけてるんですけど、やっぱ苦しいものは苦しいっていう感じですね。髪型的にそれ使ってきます。本番デザインから機能もそうですけど、結構バージョンアップしてるので、最初の頃よりもすごく数段にかっこよくなっているので、やっぱこだわってるだけあるなと思いましたね。すまないように気をつけてください。こっちから行く、はい、前を、あ、でも多分映画という概念というよりは村上隆さんのアートの表現が今回めめめのクラゲという映画表現だったっていうことな気がしましたね。まあ2年前の実は撮影写真とその間に入るのが現代だったりするので、我々もまあやっぱ2年近く経つと状態は変わっていたりするんで、その辺が大丈夫かなと思いながらも参加してたんですけど、でも大変さっていうのは結構僕は映画の現場には必要だと思うんですよね。スムーズにことが、まあ、内容にもよるけど人の心をそんなに簡単に打たなくて、やっぱもがいて、試行錯誤したなんかその底力みたいな、なんかそういうものを現場でスタッフキャストが共有して同じ方向を目指すっていう、なんかそういうエネルギーが宿ってそれが伝わるんじゃないかなと思うので、そういう意味では、いい感じの過酷さでしたね。12年の時の撮影はすごいイージーな感じでしたけど、立て込みの装置も何ヶ月にもわたって開発して、まあ、シューティングするそのものはほんと何秒かなんですけど、
やっぱりこれぐらいやっぱりちゃんと準備しないと、まあ、思い描いてるよ撮れないんだなと思って、まあ、すごい実写の大変さを感じましたね。僕やっぱり基本的には絵の人なんで、まあ、本当チッソの話も最初はねあんまりみんなキョトンとした感じでしたけど、じゃあ村上さんこれコストかけて100万ぐらいかけてやるんですかって時に、まあ、やれるかやれないかっていうのはありますからね、まあ、でもそれがほんのちょっとしたことなんで、このちょっとしたことでも達成しようとするとすごくお金かかっちゃうんで、実写の映画の怖いところですね。まあいろいろ経験が未来を作っていくと思えばっていう感じですかね。HMT 起動。聞こえるよ、すぐそこに防御システムがある。その先を左のダクトに逃げて隔壁を閉めるから。分かった、リッカ頼んだぞ。了解。くそ、どのコマンドだよこれか。大丈夫。それより先を急ぎましょう。エピソード10、エピソード11、エピソード12、これもうほとんど CGC なんですよね。つまり、僕がどうしてもやりたかったシーンの数々なんで、もう見ていて突き上げるものがありすぎちゃって、このメイキングを撮る前にちょっと見てたんですけど、ちょっと泣いてしまいました。何が泣いちゃうのかというと、まあその万感胸に来るわけですよね。思い出してしまって、やっぱり9年間ずっと作ってきて、あの人に文句を言った、でその文句を言った人が辞めてもらって、でも新しい人が来た、でその人がまた新しいのをゼロから作り直した、いろんなものがあるんですけど、皆さんがご覧いただいたような、まあ、結構いいシーンになって行ったと思います。これが全部編み上がって一つのストーリーになった時にどうやって見えるのかなっていうのを今でも、見てみたい気がします。 OK、Today's episode 11. The next thing、episode 12 is a final episode. OK、See you next. Bye bye.
This is Takashi Murakami. Jellyfish Eyes Part 2 cannot release the future film. Today is our final episode. Thank you so much, you guys, the audience, so in Instagram. So, and today's final episode is almost, you know, everything is a computer graphics. Final, the kaiju, the my dream films. これなんかこうちょっとざわざわざわ、はい、ぶぶ毛というかざわざわざわとした感じ、はいはい、これら辺ともここら辺そうですそうですもうほんのちょっとおっしゃる通りおっしゃる通りです、はい、あー口こうなってんだあこう口開くんだじゃあ開きますかっこいいねこれ口開くの開くさまちょっと考えてみたらそうこれベロかいいじゃんいいじゃんすごいね最初はあの白い、ビアンティっていう怪獣だけだったんですけど怪獣というかフレンド、途中でそれと対になるキャラクターで、ネロっていう黒い怪獣を、出したいっていうことになってそれをモデリングする上で僕の方で、ちょっと軽い三面図を起こして CG 会社さんたちが、それを立体に起こして 3D モデルにして、出来上がったという感じですで監督がスケッチ書かれてで最終的に2体がこう合体して別の怪獣フレンドになるっていう最終的にそういう風になりましたきっかけはですね初めにめめめのクラゲではなくてアウンの鬼を、最初お仕事としてやってまして、まあ、造形でやると非常に時間がかかると、まあ、3D データであればもう簡単に、まあ、何週間もかかるところを、まあ、短時間でそういった調整が可能ではないかというところから始めお仕事が始まりましてその流れでこちらの作品もなんかちょっとできるんじゃないかということで初めお話を伺って取り組んだものです、はい一番言われたのがもっと気持ち悪くしたいというふうに言われましてあとこういう皮膚感ですかねまあその答えが一体どこなのかというのをこう 3D プリントしたりとかあとデータでまたいじったりでまたプリントアウトしたりっていうのをこう繰り返しながら作ってきました現実にこう現れることでやっぱ見えてくるこのなんてキャラクターの存在感ですとか、まあ、スケール感生きた生命体としての、まあ、そのリアリティみたいなものをなんかすごく村上さんが探してるんじゃないかなっていうのはやりながら非常に感じてました2は、トリロジーの、まあ、ちょうど真ん中のつもりでした。
なのでここで思いっきり風呂敷を広げて、あれも出たこれも出た、一番面白い回なんですね。最初に想定していたコンピューターグラフィックスのカット数は約600から700、最終的には1400カット以上になってしまい、まあ想定の倍ですね、予算も倍どころかもう10倍ぐらいになってしまって、もう収集がつかなくなっちゃいました。まあ、そんなわけで中断せざるを得なくなっちゃったんですが、これを見てまあいろいろ考えていただけるとありがたいです。村上さんからオーダーを受けたのは2015年の秋ぐらいからですかね、9月くらいから着手し始めて、主に、アニメーションからコンポジットまでのフィニッシュワークを担当させてもらってます。まず最初に着手したのは、教団に合体ビアンキが現れるシーンからですね。まあ、その時点でまだ、合体ビアンキは質感等が決まっていなかったので、そのシーンでの見え方が、その先の合体ビアンキの質感の指針になったというか、そういった意味ですごくテストを重ねたシーンになりました。当初は、教団がそれほど壊れていないの中にガタイビアンキが佇んでいるというようなカットだったんですけれども、チェックを重ねていく中で、もっと派手にしていきたいという要望があり、なおかつ、ガタイビアンキや4人衆が去っていく際に、キャリアと呼ばれる、まあ、ホバリングする飛行機ですね、飛行機を登場させてそれに乗って去っていくというシナリオにしたいということに変わっていったので、それを登場させるためにも、教団自体の破壊をもっと大規模にして、壁に大きな穴を開けて、その奥に、キャリアとガタイビアンキという配置に変わりました。ジグラット戦はガタイビアンキがかなりアクティブに動くシーンだったので、リアリティですね、そういったものが存在するということが、見た人に、違和感を感じさせないようなところに、注意を払いながら進めていきました。まあ、あのリアリティはもちろん大事なんですけれども、かなり、後半に近づいた部分ですし、まあ、合体ビアンキーにしてみれば、最後の見せ場でもあるので、まあ、リアリティプラス、かっこよさですね、かっこよさであったりとか、その派手なビーム光線の戦いであったりとか、そういったものを見栄えするような形っていうのを、まあ、ルックを作っていく中で非常に気を使いながら、進めていきました。非常に楽しくやらせていただいた案件だったので、終わってないシーンもたくさんありますし、残念だなという思いもありつつ、まだまだすごく大変なシーンが控えていたのもあったので、少しほっとしたというか複雑な気持ちです最後のクライマックス、まあ、エンディングの手前の見せ場として、怪獣プロレスのシーンをやりたいと。そのまあ巨大な、触手だらけの怪獣であるティアマトっていう生命体と、クラゲ棒が巨大化した巨大クラゲ棒、この2体の戦いを描くというのがクライマックスでしたね。ティアマトってもともと1個の怪獣だったんですけども、突然村上さんがやっぱり変形したいって言い出して手が出てくるっていう話になって、あ、そうなんですかって言ったら、またもう一回変形するってまたメールが来たんですね。結局第一形態、第二形態、第三形態、最終的に羽が生えて飛ぶんだっていう話になって、ティアマトが3つ変形するってことになって、でそれぞれ変形すると戦い方が変わるだろうと、で次々にクラゲ棒変形するって言われて、結局2体のクラゲ棒が最終的に今6体あるんですかね、モデルが。それは当初予定になかった、まあ、なかったですね。だから、ティアマト1体とクラゲボ1体の戦いを描いた絵コンテを作ったんですけど、それがまあ3体になるってことだから、まあ、全部作り直しですよね。ティアマトに関しても誰も見たことない怪獣を作りたいっていうのが村上さんのテーマであって、ということは村上さん自身も見たことのない怪獣、つまり具体的なイメージが誰の頭にもないと、出てきたものに対して村上さんが反応していく、1個作るのにものすごい時間かかると、それのバリエーションを作るにもさらに時間かかると、どん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 こう積み重なっていく、
ことで、まあ、同じくやっぱり予算とスケジュールのマネジメントが、まあ、割と軽く崩壊するということが、まあ、常々ありまして、まあ、そういう部分ですかね。時間かかったのは日本の SF 映画の力を世界に見せたいというのが村上さんの非常に大きいテーマであって、日本人で作ると、サポートとしてハリウッドの会社とあるかもわかんないけど、メインはやっぱり日本人で作るべきだというふうに最初にはなりましたね。5年間かけてティアマ戦に関しては多くのスタッフが入れ替わったりする中で、もう最後まで村上監督のやり方で、決して妥協しない村上監督のやり方でこの映画を完成させようという思いを一つしたチームが、集まったんですよ。その矢先のコロナによる制作中止、割とみんなショックを受けながらも、制作中止を受け入れたんですが、心の中ではあの村上隆が簡単に諦めるわけではないと、みんなこのまま終わるわけはないというふうには思ってますね。Hey guys, I was so moved and I cried when I first time to the editing this movie. Oh my god. So, but today is the end of the story. Thank you so much to follow us. I'd been introduced to you guys every episode, but same time to you guys' reaction for me, that was super help.Not for me, like my team member is pretty sad, yes, because movie is not released, but same time to go to the public, that these people is waiting for the 8 years, 9 years, but finally this is for the public, and then kind of the getting a reaction, that is a mostly fantastic situation. I hope we will see with you very soon.I don't know how many years and how many months, but today didn't yet find out how we can, you know, renovation for this film. But same time to thank you, thank you, thank you. So million people watching and my team is super happy. And again, ありがとうございました。And また会いましょう。See you next time.高橋村上、チャオ、バイバイ、さようなら。バラバラだよ僕。